いつまでもお前は踊らなくてはならぬ。赤い靴を履いて踊っておる。お前が青白くなって冷たくなるまで、お前の体がしなびきって骸骨になってしまうまで踊っておる。新作コレクションを発表した矢先に突然の訃報とは。マダムハイヒールことユリア・アバルキンもここまでか。彼女の弟ミハイル副社長はなかなかのやり手だが、アバルキンはユリアのデザインがあってこそだ。これからどうなる？おそらく副社長は売却に動くのではないか。最近は他のブランドに押されて売り上げが芳しくなかったようだからな。いや待てよ、確か彼女には息子が一人いたはずだが。まだ大学生だろ。先の見えないブランドを背負おうとは思わんよ。5割、いや4割か。ご婦人たちにはアバルキンの靴は浸透しきっていないらしい。これからが楽しみだな、アダム。ユリ、手を。大丈夫、花を手向けるだけだ。一人で歩ける。ん？おい、あの靴。母さん、アバルキンは僕がもらってくよ。遅いぞユーリ。やあミハイル、スーツが決まらなくて。この神聖な場に赤いハイヒールとは、何たる神への冒涜。でもあの靴はアバルキンレッド、ユリアがデザインしたものよ。何？花向けのつもりだとでも言う気か？ミハイル、彼女、彼は誰なんだ？ん？ああ。僕はユーリ、アバルキンを継ぐことになったユーリ・アバルキンです。小川千世原作、赤のテアトル。